いちご大福ということで、今日はカイ君一頭で山に来てますが、早速出したけどおい泣きしとんね。おここおったか。ちょい微妙やな。もうちょい近づきたかったけど、多分あれ逃げるやつやもんね。よし、ジャンブルだ最近今週。起きて、やっぱでも残念ながらオスやね。まあオスでも今日これ油すごい乗っとんね、オス、大丈夫や。カイ君足噛まれたか。足噛まれたのあんた、ようやったね。何こ、切られたね。まあまあ、動物病院3000円コースや。最初がここ入ってた、一発目が。それであんだけ逃げない。これがね、あんまり致命傷じゃなかったね。よーし、お疲れ様、カイ君。病院行こう。よーし。
ちょっと動かなくなるまで。よいしょ。血抜きを完全せんと。よしよしよし。バイクは速いな。よしよしよし。これ違うイノシシですか、最初って。いやいや、一緒一緒。あー、どうやろうね。でも違うかもしれん。上に立ってましたもんね。いや、俺の銃ブレるからさ、この辺狙ったわけよ。ちょい上やったな。でもまあ、買い替えるほどではないことは分かった。え、触ってもいいですか？うん、いい。あ、ちょっと50万。カイ君やっぱすげえな。50万ぐらい貯まったら買おう。買おうか。あんたね、取る前に言う、犬もちょきさんって。うん、もうちょっと大丈夫。寄せなくていいよ、こんなの。寄せてよ。パッチンしてパッチン、赤チン寝てパッチンして。マジ？お願いします。治りが早いでしょ、その方が。いやー、このままで治るよ。あれ、カイ君縫ったんですか？いや、縫わなかった。縫わなくていいよ、つわれて。折れたんだよな。若干この辺がもうちょっと長めあってもいい、けどこのバラはこれぐらい。バラは分からんからな。これでついてないパターンもあるから。ということで、今犬舎を建てておりますが、もう犬舎なのか簡易ホテルなのか、どうなるか分かりませんが、また次の動画でお会いしましょう。